レオン師匠の深釣り掘レオン師匠こんにちははいこんにちは先日あのレオン師匠にシャクメバルの釣り方の指南をしていただいたんですけどうん、うん、大変えっ、ー、と皆様から好評でよく見られておりましてはいはいはいやっぱり皆さんあの大きなメバルにすごい興味があるんだなっていう感じなんですがやっぱりね魚釣りする以上はその その目指すターゲット魚種の中で、えー、ランカーと呼ばれるサイズはやっぱり釣りたいよね。ついたんです <laughs>、うん、興う、ね、今日はそのさらに延長なんですけど質、うんうん、い,いた質問がですね「尺を超えて4 0ンチをめ超えるメバルというのはどんなところにいるのでしょうか?」<laughs> という質問でございます。はあ、40センメバル40センチがいるってのを てそうですね。うん。多分、で、40世紀いるんだったらちょっと狙ってやろうかと思ってる人でないと聞かないよね、それ。そうですね。野心家の方というか、いいですね。<ー> <laughs> へえ。ー。え、で、何どんなとこにいるのかそうですね。あの、エリアだと思いますね。北の方なのか、南の方なのか、日本海か、太平洋か。 こんな地域でだったら狙えるでしょうかっていう質問に近いかもしれないですね。なるほどね。これちなみに久米自身個人的に40センチのメバルってあのなんていうのかな聞いたことあるかなんかあのたまにあの釣りじゃなくて。 あの網で取れたみたいなのは見たことある気がするんですけど、うん、どあんまりなかなか釣りのでっていうのはそこまで、うん、頻繁に見ないなという感じですね。うん、僕は結構身近な仲間が釣っ,ってんだよ。おおメバルフリークのお友達が。<laughs> そう。一番新しいとこで言えば、リンタコ君がね。ああ、なるほど、なるほど。うん、まあ本当に あのー、つい何日か前に、えー、っと僕の,あの「釣りは楽しんでなんぼ塾」、いいいいチャットライブの方で倫太子密匹ご夫妻招待して、やったばっかりなんだけど、トークショーを。はいあのー、そこでもまあちょっと出てたけどねじ、実はこの大型メバルの話を。そんなのもひょっとして見られたのかな、まあ。ともあれ、何年前だっけ 6年くらい前じゃないかな、凛太子くんが大分で40センチ。いましたね。はい。赤メバルだったけどね。うん。で、それ以前に、えっ、ー、とね、新潟のアングラー人。はいはいはい。一人は、もう実際に僕と一緒に次行った人。うん。もう一人は、あれはね、なんだっけな、あの、新潟フィッシングショーかな、北陸フィッシングショーかな。はい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 。 あるよね、もうこの間あったばっかりだねうちは行かなかったけど、ええ、そこに来たお客様でその、何と言ったらいいのかなメガメバルメガメバルギガメバルテラメバルだよねもう <laughs> そうですねギガかなメガメバルを3 0とするならギガメバルだねうんあえて言うならギガメバルハンターさんが一人あの訪ねてこられて、うん、はい その話をされるのそのそ人はねあの2桁取ってるもんえすごい <laughs> 11本だからあの時点でそれが凛太湖くの4丸よりだいぶ前で10年以上前かなう,ーんうんうんでもう一人の新潟の友達はえー、っと残念ながら本人は39.6だったかなで終わってて4 0四丸取ってないのよでうん、うん そいつが四丸メバル取れるから行こうっつって誘った友達が釣ったらしい40.5 <laughs> 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 で、えー、その彼はずっと狙ってんだけどやっぱり取り逃がしたりしてるよねうん,うんあとねそれがえっ、ー、と2人とも東北でしょ新潟というね、うん、であとね僕知ってる範囲でいうと、えー、九州 はいうん、これは佐賀の方です。お<ー>この人は、えーとね、4本か5本か取ってるんですよ。ちなみに佐賀県内で,へ<ー> <laughs> で。どこで釣ったのかどうやって釣ったのか全部教えてくれたけどね。うんかといってじゃあ僕はそこのポイントに行くかっ僕は行かないタイプなんだよね。なるほど。<laughs> 確かにレオンさんらしい。 うん、もう一つはねかつてブリーデン時代にブリーデンのフィールドスタッフの同僚であったもうねフルファンの人でももう忘れてると思うんだけどコジコジ君っていうアングラーがいたのねはははいはい、はい、うん、フィールドスタッフにコジコジがえっ、ー、とね島は宇和島,、はい、宇和島から南予にかけてのエリア だからあのピンポイントでは言えませんから言いませんけど宇和島から何よにかけてぐらいでイメージして聞いてる人は、はい、4丸が見えるんだって10匹以上、えー、そういうポイント発見したので絶対釣ってやるんだこれ釣ったらヒーローになれるって言うんで、はい、<laughs> <laughs> こうじっこうじ通い倒したんだけどどうやってもびくともしないんだってさあ見えてるけど 食わないんですね。うん、あのー、夜でもシルエットが見えるんだし出たら入ったりお<ー>でねこじこじく何をしたかっつったらルアーマンなんだけど、はい、どうやってもルアーでジグエット投げ、ワーム変えようが軽くしようが重くしようが食わないでプラグ投げても全く反応しない、うん、で餌まで使ったんだって。<laughs> おー餌,餌も何種類も試したらしい食わないらしいんだわすが40センチになってるだけあります、ね、で自分が何とかしてやろうと思ったけどどうにもならないから結局俺に泣きついてきたねきはいはいはいっていうかもう自分は万歳したんで場所を教えますからレオンさんちょトライしてくださいっつって<ー>うん うん、でそこまで言われりゃ行くじゃん人間はいで行ったの俺がねはい <laughs> そしたらもぬけの殻になっていいか減にしろよって素晴らしいオチですさ <laughs> <laughs> てじゃあその四丸メバルどうやって探すんだって話ですよねこれそうですねうん 今のこじこじの話が一つのヒントになってると思うんだけど、はい、餌場と休憩してる場所が違うってことなの、これ。まあ本当にどの魚種もね、フィーディングエリアって大きくなるやつほどね、あのー、決まってんだよね。うん。なんて言うんだろう、こうルーティーンみたいなものがあって。はい、で、な、ね、渚さにいるちっちゃな子たちって、結構何にでも食ってくるじゃん、バタバタタはいはい、はい まあこれ人間いつもね、僕人間に例えて表現するんだけど、はい人間だってそうでしょう。あのー、俺たちのような一年取ったおっちゃんは、食うもの決まってるよね、大体。<laughs> ああ、確かに。そしてなんか行きつけのお店とかもそう、食べる場所も決まってるんでしょ、はいうん。で、その時間帯しか食べなかったりするよね。はいでも、ね、子供たちは結構、 甘いものとかお菓子までで考えると日ね一日食うじゃん。確かに。とり、ね、あえず、ねはい、<laughs> うまさのもので絶対パクッと食うじゃない。はい、でも俺たちは食わないじゃん。確かに。うんか生き物ってすべからくそうなんだよ。なるほどだからこじこじくんがどうやっても釣れなかったっていうね理由はそういうことなのね。で えとまあ、40センチじゃなくてもそれに近い現象であからさまなのを僕が見たのが、えー、これは長崎県の平戸なんだけど、はい、平戸の半島上のところ港をこうろうろしてたら、えー、堤防があってその遠い面にちっちゃい島がある、ね、ほんだね近いのねで水道場になってるそこが、はい、でそこで僕は旗釣りに行ったんだけど また釣ったからうん、うん、その昼の釣りさ、はい、デイゲームで。そう、アングリング・ソウルトのロケでね、えーうん、小旗ゲームっていうんで行ったんだけど、その水道場のど真ん中の流れがあるところに並んでんだ、ばーって。お<ー>30センチ超える魚が30匹から40匹ぐらい。うんうん、で、あのエリアなんで、俺、最初、グレだと思ってたの。あ浮きグレが いるのかなっていうあそうそうそうあこれいっぱいいるなと思ってでチラチラ見ててあの太陽光線であるとか波がちょっと落ち着いた瞬間にはっきり見えるじゃんはい打 <laughs> ってると全部メバルなんだよ <laughs> 30からね345ぐらいまで見えたねすごい、うん、最低が30センチありますねっていうぐらいのでかいやつの集団だったのねはいで 当然見,見えてるんだから投げるじゃんいろんなもんはいああこれはもうフィーリングモードじゃない時はあの何やったって食わないし反射で食うような子はまだ幼い子なのようん,うんリアクションバイトって言うけどさあの怒らせて食わせるぐらいしかないんだけどバスならそういう手法も使えるけどなかなか水面ちょっかい浮いてるやつを怒らせて食わせるような えー、テクニックは聞いたこともないし俺自身も持ってないからねうん、うん、なのでこれはフィーディングモードになるまで待ちましょうまあつまり時間帯だよねうんえ夜来たのはい昼間はたやって夜あの三条オーバーのメバルをしっかりやっつけてやるんだと思って行ったらも,もぬけのからおお<ー>うんだから休憩場所なんだよああなるほど で同じことがね、今度は熊本であった。うん、うん、大きな埋め立て護岸のあの、なんていうのかな、埋め立て護岸のの岩壁だよね。はい、で海、パっとのぞくと、敷石が入ってて、うんでそれはもう水に使ってる敷石で、敷石が落ちたところに藻がバっと生えてんの。しょいしょい あ,ある程度の3メーター直径ぐらいのこう物集団が敷地のところにボッ,ボッとあったりするからいい条件だよね。うん、で昼間に行ったからそれも旗狙いに行ったんだよね。はい。なそのじっともの近くに魚いっぱいいるからこう観察してたらみんなメバルでやっぱり25アップから32ちょいぐらいまでが何匹も見えるのよ。うんなるほど。<laughs> で何とかして釣ってやろうと思ってやるんだけど食ってくるのは18センチか20センチでちっちゃいしか食ってこないのよ。でかいやつは全然反応しない。うん、結構要所要所に何か所も見たの10所近く広い埋め立てだったから5 0 0ルぐらいずっとチェックして歩くと5 0 0ルの中にもう10所ぐらい尺がこうついてる場所が実際に目で見えるわけ。うんうんうん うん、でこれは、まあ昼食わないの仕方ないわ夕間詰めか朝間詰めか深夜帯のどこかできっとフィーリングモードにお食事の時間に入るだろうと思って夜行って友達と3人でねで3人がそれぞれでかいメバルがついてたポイントを覚えてるから、うん、ある種のマーキングをしてねで投げるんだけど全く当たりないのよ。 お <laughs> 昼間の方が釣れたぐらい米バルでもお<ー>あなんで米バルすら当たんないからどうしたんだろうと思ってランプつけてこう見たわけはいもうけの殻なんだよおいなくなっちゃってるんですね <laughs> いなくなっちゃってるは <laughs>、まあえー、何が言いたいかというとあのでかくなるやつほどその辺っていうのはシビアになってくるねうんこれはあの鳥取でもあった 鳥取砂丘の近くの漁港で昼間にナーの一番奥まったところ水きれなんだあそこうん、うん、奥まったところでもうシャクオーバーがやっぱり10匹ぐらい角に固まってるのを見つけて昼間釣れない夜行ったらもぬけのからもう本当にもう,く腐うる経験があるそれはお<ー>だからつまりねあのー、そのでっかいやつっていうのはルーティンがはっきりしてて食事をする時は食事する場所に行ってるのよ。 うんそれ以外は自分がゆっくりのんびりできるところにいてそれが人目についてるだけなんだよね。で、えー、ご質問の一番腰である4 0ンチの目はあるわって話なんだけど尺ですればな,なかなかそこ難しいとこあるから40となるともっともっと敷居が高くなるよって僕は言ってるわけね。うん でエリアはっていう話だけど僕が認識してる聞いた話、えー、自分の目でいるのを確認してる場所で言うとあ瀬戸内ではねまずない。なるほど。うん。瀬戸内の遊漁船の船長たくさん知ってるけど40オーバーってねほとんど数,数えるぐらいしか取られてない。うん大体30代で終わる35とか8とか9とか。 40センチの記録ほとんどの遊漁船が持ってないレベル。うん、なるほど。うん、で、漁業庁に話をしても、瀬戸内の、えー、漁協の人とか、漁業長とか話しても、いやー、見たことないなっていうのがほとんど。うじ、ん、ゃどこえっ、ー、とね、やっぱりね、東北多いんだよ、結構。おお東北。うん。新潟から富山。はい いかけては、四次選挙実際に釣ってる人います。エリアで言うと。新潟、富山。それから、佐賀、長崎なんだよね。うーん。うーん。で、まあ、林拓くんが、一人大分で釣ってるけど。なるほど。確かに。うん。で、だから、その、に。日本全国。日本地図を見て、こう考えた時に。やっぱり、どうしても絞られちゃうよね、エリア。 ゃあ新潟のどこよ」って言われてもその新潟の長い海岸線の中の1か所とか2か所とかいうピンポイントで大抵の場合は釣り人がまず竿を出さない完璧な竿を抜けんとこにいるね。なるほどあもう一個思い出した僕の友達とで山口に住んでる子で。 山口県の日本海側の山口。<laughs> でこれも昼間に見て夜に行って夜のいい時間帯に口使わすことができて、はい、かけたけど <laughs> 2回連続でやられてっていうのがあったんだけどね。それでもその山口の子でも島根県の浜田市から関門海峡に至るまでのメバルポイントの。 ててを知り尽くしてるよようななやつなのよはいはいはい磯の尺ャクメバルしか狙わないやつだったからうーんだからもうなめ尽くすように磯歩きをして海岸線をチェックして回って自分のポイントっていうのを20カ所ぐらい持ってるやつなのねうんそれですらその40のポジションっていうのを1回しか見つけてないわけおやっぱ限られてるんですねうんででその佐賀エリアで えー、45本撮ってるアングラさんも話をしたら一箇所だけだって言ってたね。お<ー>新潟の十何本撮ってる人はヒントだけ言うとあの高い崖の広いスイッチ<ー>。そこがボトムまでねなんと崖なのに海岸なのにボトムまで。 30メーターだか40メーターだかあるらしい水深が。ああ、スーパーディープなんですね。うん。そのスリットの中にしかいないんだって。それ以外で釣ったことないって言ってた。なるほど。うーん。で、富山の場合は、もう少しエリア的には簡単だったけどね。うんこれは、あのー、サーフ絡みなんだよね。うん,うん、うん 富山ってねあの、海岸沿いを車出してたら分かるけど、延々海岸道路がまっすぐあるよね、富山って。はいはいはい。で、サーフだよね、ずっと。はいそしたら、あの、昇波ブロックがちょこんちょこんとあるじゃん、きに。はいあ。あれがキーワード。<laughs> ええー。で、絶対届かないの、丘から。なるほど。潮が引いた時に、一番前まで行っても、 メタルジグなら届きまだからじゃあメタルジグ 40g50g 投げて食ってくれるかっつったら他の魚しか食わないよね。うんやっぱりメバルはメバルなんでメバリングで釣りたいっていうかそうしないと食わない。うんうん、だからつまりその完璧なさお抜けなんだよ。なるほど。まずさお抜けだということと、えー、その釣れてるエリアでもあって。 あってもかなりピンポイント。なポジションにしか40いないよね。うん、そりゃそうだよね。メバル1匹がえー、1回の産卵で2000粒前後なんだよね。うん、産むのがはいで、それが30センチに2400匹の赤ちゃんが30センチになる頃にはもう10匹ぐらいになっちゃってるわけね。うん、割れたり死んだり。他の理由で死んだりで。 4 0ンチとなると楽勝で例えば40年とか生きてる感じだよねも確かにそうですよねうん1メバルで15年って言われてるよねはいうんそこからあと1 0ンチ伸びようとすると倍ぐらいかかんじゃないのそんな感じですよねものすごく頭がよくて慎重でなおかつ健康でで 運もいいんんだよね彼らはうーんでどういう運の予さを持ってるかっつったら人がつる人に釣られちゃうようなエリアには近い寄らないようにうん先祖代々の家系の伝統があるのよ。ああなるほどなるほど、うん。一番人間に釣られやすい家族メバルでいうとはい夜の堤防の明かりに寄ってくるやつらです。はははいはいはい、はいうん これメバルは全部夜の明かりによると思ってたら大間違いだからね見てる皆さん。だってかん瀬戸内全体で考えてごらん。瀬戸内といわれる海域全域にメバルっているのよ。はい、ものすっごい数いるのよ。うん、じゃあそれが夜の明かり堤防につくかって話だよ。ああ確かに全てのご家族がいらっしゃるわけじゃない、ね、そうでがさ 今は持って帰んないけど昔持って帰ってたんだよね釣れるだけ釣れただけ、はい、食べちゃうよね美味しいからそうすると僕が行ってた堤防の先端周りで25から30ぐらいいっぱい釣れたとこもあるのよはいでもそれを3年5年続けたらもうほぼ砂漠状態になるわけさうんでも遊漁船はそこから 100m 先の下りの上にアンカリングして釣るからねたくさんうーん 100m200m しか離れてないんだようんうんうん でもそこのメバルた、あのー、魚探で見てもメバル柱がバーッと立つぐらい何千匹とか何万匹とかいるんだよ。うんそれがその3 0 0ートル程度しか離れてない明かりつきの堤防には一切寄ってこないよね。うんなるほどってことはそのグループは先祖代々沖の根からあまり動かないってことだよ。 だから運がいいっていうのは僕はそういう話をしてるの。うん、その中でもまたさらに運のいいあの人たちがいるわけさ家族が。うん、俺よくそういう表現するけどばあちゃんが「夜の明かりに近寄るなと言ってた」とかね。そうそうあと「地べたに落ちてる野菜なんか食うな、うん、みっともない」とかね。ううううんうん、うんん 上を流れでさ食べなさいとかね。うん、<laughs> そうすると昔の僕たちがやってたメバルの釣り方って延べ竿でじんタおもりつけて針先に虫つけてそこまで沈めて釣ってた。はい、でそのうちそんなにだ釣れなくなっておもりを軽くして表層をこう引っ張るような釣り方をしだした、うんで。その延長線上にあるわけだメバリングって。なるほど。うん、だからあの昔釣れなかった魚が。 メソッドが変わることによって釣れるようになるから、えー、昔は表層のメバルを釣る人はカブラシぐらいだったんだよね。それ以外野辺川の,の人たちはだいたい岩のそばとか物そばでそこを釣ってたんだよね。うんだから根魚って言われたんだよ、メバルね。ああ、そういうことか、うん。だけどカブラシさんから言わせると全然根魚じゃないわけよ。流れの中の表層にいるから。そこへあの飛ばし、受け付けてカブラぶん投げてわーっと巻くと。 10本12本ついた針に5匹も6匹もくっついて上がってくる。<laughs> <laughs> まあちょっと話が横ちょ飛んじゃったんだけど、えー、何を言いたいかというとその一般的な釣り人がやる手法ではまず食わない性質をしてる、はい、一般的な手法の釣り人が行くようなポイントにはもうまずいない、うん、でちょっとガチンコ勢のコアな磯場 歩き回ってでかいメバルだけを狙ってるようなやつですらなかなか四丸のポイントは見つけがたい。うん、うん。でもゼロじゃなくてある潮回りだけ入ってきたりするんだよ。あーなるほど。これは磯勢でガチンコの磯勢から僕は何回もその話で聞いてるんだよね。うん、あんで面白い話としてはいつもは十四五センチ止まりなんだけど。 とんでもないことがあったと378が釣れたんだっつってぼ僕とこれ持ってきたい2匹っつって<ー>3 8ンチとね3 5ンチだったか「格差見て」ってうわまたばっかでかいとこで「<laughs> いやこれいつも行くとこだったんだけどね」って「すごかったんだよ今日ゆうべは」って「どううこと?」つったら台風並みに荒れたの海がはははいはい、はいものすごい南の風が吹いてうん その南の風が吹いたからこそそのえー、っと湾内の真ん中辺から突き出た堤防の突先に正面から風台風並みの風が立って海がまくれてて、はい、そのせいで多分ん底餌が水面に巻き上がってたタイミングなんじゃないかな。あなるほど、うん、で上で釣れてるの表層直下で。へえ<ー>。30アップだけ20本ぐらいつった言ってた。 すすごいですねその中に2匹35と38がいてうんで全部プラグで釣ったって言ってたけどいやーすごいそれは、うん、だからそういうその近くにいたメバルで台風並みに荒れた時だけそのできる餌場に寄ってくるっていうことがねあるんだと思うね、うんうん、だからその人が行かないポイントの方がやっぱ確率は 圧倒的に上がると思う、うんうん、間違いなくねまあそれが一つでね条件としてはあと、えー、さっき40が出ましたよ知ってますよっていう県をいくつか都道府県を4つほど挙げましたね、うん、山口、はい、佐賀輪卓の大分富山新潟、はい、ぐらいしか聞かないんだよねうん、うん、でそう、えー、総合して考えたまあ 圧倒的に日本海側が有利そうですよね。うんで、これもどっかのライブでちょろっと言っちゃったからついでに言うんだけど、実は50センチが数いる場所があるんだへぇ<ー>。日本海なんだよ。はい、えー。あまりにもこうすごい話なんで、詳しくは言いません。言いませんけど、僕の知り合いが50.5センチだか釣りました。へえ。 まあね、この深釣り堀をご覧になってる方の99%は「へえー、40センチなんているんだ」って思うぐらいで釣りに行こうとかはほとんど思われないと思うから <laughs> この話どこまでするかがちょっとね <laughs> 難しいとこなんだけどはいあのー、やっぱりね釣れるエリアっていうのはどうしても決まってくるね。うんう なんて言うんだろうな、その生活条件、生息エリアのその条件がね、大きいの、すごく。でかくなるためには。うん、うん。えっ、ー、とねキ、キングサーモンで言うとわかりやすい。ほうほうほう、キングサーモン。ちなみに、キューベはキングサーモンはどこのが一番でかいか知ってるなんとなく、あの、 カナダぐらいいいかかかななっていう印象とかしかないですそうだよねカナダですかい大体、はい、川が決まってんだよね、はい、ああそうなんですねへえ泣く泣く川とかチョロとかとかねうんキングサーモンという種で考えた時に北海道でもキングサーモン釣れるの知ってるよねはいはいはいマスノスケっていうよねはいでかくならないじゃんあ確かに <laughs> だから <laughs> カナダだとか アラスカのある種の川へ登るやつだけがでかくなってんだよね。うんってことは DNA じゃんこれ。大きくなる DNA が同じ種族で種であっても備わってるわけ。これも俺いつもいつも比喩で言うんだけど、はい、親が小さければ子も小さいのよ。おーなるほど、うん、だから大谷翔平君とえっと、ま、マミコさんだったっけ何子さんだっけ <laughs> 奥様ですか。奥様。あ、あ、はい、はいはい、田中真美子。真美子さんだよね。翔平君と奥様。奥様も180センチだよ。そうですね。あの二人の子供、でかくなるよ、絶対に。なるほど。うん。それが一つと、そもそも D. N. A. 的に、その。ええー、なぜカナダ、アラスカのサーモンが大きくなるかっていうのは。まあ、すべてこう、生命層だよね、そこの場所の川の。うん。 バカでかいそのアラスカの大自然のね、うん、山の中を流れてきた同じその針葉樹林でもちょっとその川だけ違うみたいなねところがあって、えー、北海道じゃそうはならないとうん、うん、サーモンの場合はだからどの漁種もそのバカでかくなるエリアとそうじゃないエリアがいあって、うん、話を戻すね。<laughs> 日本海のあるところに50センチのメバルがそれなりの量いるところが実は見つかっててそれをつ僕の知り合いが釣ってんだよ。うん、うん。おピンポンってきたね。来たのかひょっとして。あっ今写真ないというか機種を変えて。<laughs> 携帯に残してな,いんだなるほどえっとね何を言いたいかというとねまあ30センチとか35センチくらいは、えー、ある程度狙えますうんで実際うちの福島スタッフでも37まで8だったかな取ってるよねうんで40となるとねちょっと一桁違うかなそっからなるほど、うん、でこれはさっきのあのサーモンの話と一緒で もう40とか50が実際いるんだけどさすがにねそのサイズになるためにはも、えー、ともとがでかくないとダメなんだよね。長生きしてでかくなったんじゃなくてでかくなる DNA を持ってる家族がいる地域のやつがでかくなってる。うんうん、そういう意味でめ、えー、メバルの40センチあるいは50センチ。 に関して言うならヒントが俺、はい、は100%正しいかどうかは別だけど僕がいろんなその観点からそのなんで40オーバー50になるやつがこのエリアにいるんだろう何かの共通項がないかなと思って考えたら、はい、実はねフォッサマグナとか火山絡んでんだよ。お地形ですね。そ、うん、そう要するにその 断層がある場所だとかフォッサマグナだとか例えば新潟のその四万が連れてるところってのはリアス式海岸のとこだよねうんつまり大昔に火山だったとこだよねなるほど、うん、あのね地下水の問題じゃないかと睨んでるおお<ー>、うん、やっぱ特殊なその地球の内部のさまざまなミネラルが豊富に湧きやすい エリア、うんうん、地下水からね単なる地球の玉の中には元来水がないわけだから表層に水があるわけ雲になって時々雨が降って降った雨を地べたが吸い込んで表面流れたやつはすぐ川の流れになるけど地面の中に吸い込まれた水っていうのは平均で大体3年から4年間地中の中を旅をするんだよ。 うん、土の中をね、はい、で単純に土の中だけじゃなくて鉱物層の中も通ったりするじゃな、ねはい地中深くまで染み込むことだってあるじゃな、ね、い、うんうん、そうすると例えばその火山体の中に染み込んだ水はその火山性のいろんなものに触れるよね例えば漫画に触れたり硫黄に触れたり 単純なミネラルととはまたちょっと違う、ね、うじゃんね下手すると放射性物質に触れて出てくる可能性だったりよね。うんうん、でそういう環境の中でどの生命体もじゃなくてある種の生命体はそれと非常に見合っててそこのやつだけでかくなるとか。うん、っていうのはこれは別に魚種に限らず他の動物でも。 世界中でよく見られる知られてる現象でもあるのよこれはうんうんうん、なるほどうんだからね4目がバルってね基本的にそういう連中だと思ってた方がいいねうんえーっとこの番組は見てる人で4丸の写真見たことない人いるよね多分あそうですね4丸の写真ぐらい見せとこうか凛太く君のやつを メディアアングラーで釣ったのは本当に凛ちゃん一人だからね、あれはちゃんとリスペクトしてあげないといけないよね。あの本人があの発表した、岩崎凛太郎君がえ釣った、大分で釣ったね、写真は、これはもう皆さんにもお見せしても問題はないと思いますので、ちょっと写真だけね、見ていただきましょうね、夢のある話、自分が狙うか、自分が釣れるか、別としてね。 非常にアングラーとしても夢があるようなサイズなので、まだ見たことない人がいらっしゃると思うので、林太郎君のトロフィーを見ていたいとます。<ー>40センチあるよね。ありますね。でかいね。まあ、ご覧の通り赤メバルなんだよね。うん、うん。じゃあ赤がこんなサイズになるのかって言ったらね、実は白の方がでかくなる。 へで一番でかくならないのが黒目いこれがなかなか30センチ超えないよね。で34とか5とかなるともうほぼほぼ黒目鼻じゃ絶望的で3四5センチのはもう赤とか白だし40センチも僕が原因してるのは半分以上が赤。で40センチ超えてるやつはね あのほとんど白。なるほど。え、某お方に目ざつきで見せてもらった五十センチは白メバルでした。おお<ー>。<laughs> うん。はい。まあ今日のご質問は急に難しいよこれ。そうですね。でも伺って思ったのが、その先日あのシャクメバルの話をしていただいたじゃないですか。うん うん、その中でもやっぱ大きくなる個体っていうのはそのやっぱ明かりつきに集まったりする子たちとやっぱ違うルーティーンを持ってるっていうとこはなんか共通してるなというか、うん、やっぱその尺目張る狙いの延長にあってさらにもう一個高い壁があるっていうような感じですよね。で努力したから見つかるかった、そんな甘いもんじゃないです。 そうですねシメバルはそういう意味じゃ敷居はそんなに高くないよ、うん、一生懸命位相打って回ったら必ず出会いますやらないだけできないじゃなくてやらないよねそうですね大変ですからね大変ですからね <laughs> じゃあ今レオンお前やるんかってや,やりますよ <laughs> 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 僕はメバルの楽しみ方は違うから全くうん 1 7チ、十1 8ンチでもでっかいプラグで食わせたら楽しいとか僕はそっち系の人間なんでね、うん、だから尺は狙いますしあついでにねまあせっかくの今日のテーマで最後にねお伝えしておきたいのははい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 、うんえー。一般的に言われてるのは小さいメバル持って帰ったら根絶やしになるから小さいのはリリースして大きいの持って帰ろう っていうじゃん。はいはいはい。そうですね。僕はね、これちょっと疑問持ってんだよずいぶん前から。うんうんうん。うん。ななぜかというと、例えばあの近年のメバルって20センチいかなくても放浪するよね。あ、そうですね。うん。そう。僕がねメバリングを始めた20代の頃には、やっぱりね放浪するって23センチ以上ぐらいでないと放浪してないのよ。うん。今17、8センチで放浪するんだよね。 うん、で僕が何でだろうと思って考えるわけこの僕がメバルを釣り出して4五5 0年の間で何が変わったのかえっ、ー、とね大きくなる家ねはいさっき言ったの大谷翔平君夫妻のお子様だったら絶対でかいはずはいでも岸から釣れるメバルってみんな大きいの嬉しくって持って帰るじゃない食べ応えあるし、うん、だから大きくなる DNA を持ったメバル どどんどん取っっちゃったよね確かに、うん、そうすると大きくならない子たちがいるじゃね、はいうん、そこのメファルは2 0ンチオーバーにならずにもう1 7ンチ1 8センチっても,もう生体なわけさ、うん、大人なのよ、うん、だから放卵するし産卵するよね、うんうん、これが一つでそのリリース問題で一番言いたいのは 逃がすべくは。ちっちゃいやつとでっかいやつの両側。なるほど。の方が釣り糸的な立場から考えたら。うん、先々まで、あのー、釣りを楽しもうとするなら、大きくなる。家の子は持って帰らない方がいい。そうですね。<laughs> これは僕ね、水産試験場の人に聞いたんだけど。二十センチに満たないメバルの抱卵数と。三十五センチの抱卵数じゃ倍ぐらい違うのよ。 ああ、そうか。一回に産む量がバリチガの、うん、片目は千五百粒、片目はやわ千三千粒ぐらい産んじゃうわけ。うん。うん、しかもでかくなる D N A で、うん、たくさん産むわけ一匹が。うん,うん。それは持って帰ってたんだよ。なるほど。<laughs> うん。だからね、そこも考えるとち。 うん、どのサイズがリリースに一番適してるかっていうのはね、今まで言われたことに対しては、ちょっと僕は疑問符が浮かぶし、うーんあとはもう、今の現代と近未来、これからの釣りは、僕は基本はリリース前提でものを考えないと、すべてがうまくいかないなと思ってます。はい そうですあとう、いや、そう言ってもメバル美味しいし、味美いしいしん、よくわかる僕も散々食べたから、否定できません。<laughs> で、言うならば、これ、反対意見の人もかなり今までもいたけど、僕たち何,か何十回もテストして答え得てるから言うんだけど、30センチのメバル美味しくない。お<ー>メバル一番美味しいのは、ね、22、3センチ。おお、なるほど。 はい、これはプロの料理人寿司屋の職人さんも全員賛成しました一番おいしいのはそこ、うん、だからそれを自分が食べる分だけ <laughs> 持って帰るっていうのがまあ一番現代に見合ったリリースの仕方であり持ち帰り方じゃないかなとで大きいのは逃がしてあげるとまたあなたに大きいのが釣れるかもしれないじゃんそのポイントでその確率は跳ね上がりますよって、うん はいということで、あの40センチメバルは、えー、どのエリアがいいのかというご質問に対してね、あんまりお返事になってない答えになりましたけど、今日は。<laughs> まあ,あの、夢の中でね、40センチ泳がせてもらえればいいのかなと思います。そうですね、あのロマンのある話として、たまにはこういう回もいいかなと思いました。はいレオ お話に出てきたエリアで以外でも釣れたよとか釣れたの見たよっていうのとかあったらぜひコメント欄であ,のあんまりこう特定できない感じでぼんやり教えていただけると <laughs> 幸いです。あととまたこのチャンネルと 登録していないよという方はぜひあのレオン師匠やキューベのモチベーションにもなるのでチャンネル登録の方をお願いしますはいお願いしますじゃあレオン師匠今日もありがとうございました、はい、ありがとうございましたじゃあまたね